食材が違うだけでうまそうに見えます。これってこれがドレッシング。あ、はい、あのごまドレッシングね。これで失敗。大根の甘酢漬けと昆布の佃煮でございます。珍しいですね。揚げ物じゃないの、デザート。これ何でしょうね。デザートっぽいよね。餅みたいな、ケーキみたいな。ケーキっぽいよね。